山本茂太郎は日本の政治家、元建設官僚、山口県知事を務めた、山口県柳井市出身。父は山口県柳井市議会議員を経て、山口県議会議員を4期務めた山本慎太郎である。山口県立柳井高等学校から東京大学法学部第二類卒業後、1972年に建設省に入省し、 住宅局長等を歴任。以降は内閣府等を経て麻生内閣の下で務めた内閣官房地域活性化統合事務局長を最後に退官。2008年には福田康夫内閣で初めての国政選挙となる衆議院山口肉補欠選挙に自由民主党公認公明党推薦で立候補。この補選は山口肉選出の福田義彦が 岩国市長選へ立候補するため議員辞職したことに伴うものだった。選挙戦では比例中国ブロックの議席を辞して、選挙区議席奪還に挑んだ平岡秀夫と激しい一騎打ちを展開し、福田康夫、安倍晋三、太田明宏、麻生太郎、北川、和夫、増田博やら自民党、公明党幹部らによる応援に支えられて、自民党の議席維持を目指したが、 獲得得票数は94,404票で、平岡とは約2万2000票差で落選した。引き続き、山口2区の自民党議席奪還を目指し、岩国市、柳井市、甲市、下松市に講演会事務所を設けて政治活動を続け、同年8月30日の第45回衆議院議員総選挙では、山口2区で平岡と再び対決。 柳な氏や軍部では、得票数が平岡を上回るなど、民主党への追い風が吹く、状況下であったにもかかわらず補選時より票差を大きく、縮めるも再び平岡に敗れた。比例中国ブロックにも、重複立候補していたが、小選挙区での赤配率は90.10%で、自民党の重複立候補者の中では、中川秀名を寺田実に次ぐ3番目となり、 4名当選のため、復活当選もならなかった。2012年3月3日、山口県知事選挙に立候補することをいち早く表明。現職の2席なりの任期満了、引退に伴う自民党山口県連からの立候補要請に基づくもので、自民党県連、公明党県連の推薦を受け無所属で立候補した。 山本は、港湾整備による臨海部産業強化や高度な産業人材育成、農林水産業の再生等を掲げ、同年7月29日の投開票にて、飯田哲也、高村勤村を下し初当選した。2014年1月9日、自身の健康上の問題により、知事辞職願いを山口県議会議長に提出し、1月14日に、 開かれた山口県議会臨時議会において、当日付で知事の辞職が同意された。2014年3月15日午前10時37分、肺がんのため、山口県宇部市の病院で死去。65歳没。山本は2012年8月22日日時に就任始発登庁したが、就任式における訓示の中で、 知事選の最中からこじらせた肺炎が感知しないため9月7日まで入院することを明らかにした。都道府県知事が就任初日に職務が執行できない健康状態であることを表明するのは極めて異例。ただし、同日午後の記者会見で呼吸器の治療をしていると述べ、就任式での肺炎との表現を改めた。詳細な病状は治療中であることを理由に説明を避けた。 2013年10月28日、佐賀市で開かれた九州地方知事会の会議中に、体調不良を訴え途中退席し、山口に戻った後に、同日再び入院。11月定例県議会も欠席し、この間、副知事の藤部秀則を知事職務代理者とした。年が明けても体調が回復せず公務復帰の目途が立たないことから、知事職の続行を断念。 2014年1月9日、病院へ見舞いに訪れた山口県議会議長の柳井春学に対して、知事辞職願いを提出した。これを受けて同年1月14日に開かれた山口県議会臨時議会において、知事辞職が同意された。大森正岡山市長による追悼が、日本経済新聞及び岡山市ホームページに掲載された。 2016年5月1日、政作史検証実行委員会によって追蔵録、山本茂太郎とその時代が刊行された。ありがとうございます。